踊るんじゃのディスコはちょっと置いといて。はい、ということでコンソメパンチ木村です。みーちゃんです。ミラーボルマンです。ということで新しいグッズを作ろうと昨日は、うん、お話をしましたね。話が弾んだね。いや、よかった、面白かった。これもあの僕と物販でやったらもうスタンプをしてますから。あー、まずはね、1個1個ね、ミラーボルマンに。じゃあスタンプカード作らな。そうそう、仲良くなった。あとハンコも作らなあかんし。それでいいんちゃう？ん？スタンプカードを作る、もう僕のグッズという。え、うん、はますの？え、何？いや、違う違う。ミラーボルマングッズ第一歩目指して。めちゃめちゃ今批判メンバー内で。何でメンバー？お前アコギな商売すんなみたいな。だいぶやばい。誰が買うの？メンバーにはーって言ってた。まあまあということで考えましたけれども。カードとね、その場でできるみたいなね。なんかね、渡せる。まあでもそのなんかちっちゃいさ、ハンデ、シュッて吸って渡すっていうのも面白いんじゃん。だからなんかそのあれ。洗わないとさ、色変えられへんからさ。何の話今？何の話？いや、半インクで、半を吸って。あ、T シャツのままとかするやつの話ね。みたいなやつは、そんな今日は白色とか、そのライブにテーマカラーみたいなのを合わせて、今日はこの色とかっていうのが面白いんじゃん。するの大変やな。でもなんかあのサイズをね、サイズがすごいワンポイントサイズみたいなやつが結構そのすぐできる。ちっちゃいスペースでシュッてやって頑張って乾かすみたいな、ドライヤーとかに。印鑑とかじゃなくてスタンプ。印鑑、でも印鑑とかやったら消しゴムハンコみたいな、今は結構ちゃんとしたクオリティができたりとか。インク一緒やったり。そうそう、インク一緒やったらなんかね。まあそれでも乾かすのは乾かすけどね。とか彫刻とか。彫刻は話変わる。その場で。それはあの限定1名あの20回ライブ来たら木彫りの仏像ができてるみたいな。やばい、ポイント制導入は多いな。ちょっと顔っぽくなってきたみたいな。まあでもさ、それさ、投資で見たいよ。だってさ、2回3回ライブ逃したらさ、うわ、もう顔できてるみたいな。うわショックやん。そうね、ライブ、ステージのライブの後にそのライブがあるってことだよ。ああ、そう、面白い。うわ、くそ、ファーストごとっち取られた。ファーストごとっちみたいな。セカンド誰が取るかな。いやでもね、イモニーが嫌いって言ったけど、このご時世ですからね。今俺のことイモニーって言ったら悪口やん。一番の悪口やん。俺芋っぽいかなってなるよな。なんかな、いや、イモニーがね、嫌いやけれども、文言やけど、このご時世やから、なんかもっとこうできる面白そうなことは増えていきそうやね。あ、確かにね。いや、例えばその彫刻やったとして、それリモートで、リモートで俺らそもそもライブないんや。こんなにスタンプカード使えへん。限定でさとか言ってたけど、だからその配信とかで、配信に来てもらえたら、そっか、とかそんなんでも面白いんや。転校します、何々さん、はい、反抗しますねつって、全部オレンジにスタンプカードあるよ。なんかまあ例えばさ、こう、まあこの今日からやってもいいけど、ほうほうほう、放送内でキーワードみたいなのがあって、それをこうなんか例えばつなげたら文字に文章になって、それをこう提示してくれたら、例えばデモ CD プレゼントとかあってもいい。ほんでアーカイブでもさ、見てもらえたら追いかけれるっていうのが面白いじゃん。デモ CD も適当に作ったいもんね。今のあれやんな、後から音声ピーってデモ CD もピーってできるかな。そんなね、なんかこうまあ、ポイント制じゃないけど、もうなんかこう番組とね、こう連動してるのをこうね、つけれる一つの方法。いいじゃないですか。面白いじゃん。なんかうち今回その T シャツとデモ CD をさ一緒にしたやん。なんかそれめっちゃ良いなと思って、音源届けられるプラス、そうね、そのなんか作品とかの、なんかそれめっちゃいいなと思ってさ、これからその CD もなんかもっと作って。グッズと一緒になんか CD 一緒に届けたいなっていうのが出た今回のやつで。音源やっぱね、聞いてほしいやん。そうそう、ライブないからさ、そのなんか CD 買うの結構勇気いるなって思ってさ、ライブないから、ライブ見てないから CD 買うって思ったけど、T シャツってさ可愛かったら着るし、着るね。そう、それにデモ CD ついてきたらめっちゃラッキーじゃない。嬉しいね。ラッキーねって思ってさ、めっちゃいいやつやなと思った。靴下作ろう。え、靴下めっちゃ作りたくてさ。いや、いいやん。でもな、あの保育家の人がいあの履きそうなキャラクター満載な靴下。靴下作んのめっちゃ調べてんけどさ、難しかった。難しいんや。なんか旅する、旅旅旅旅じゃあ旅はポイント
カード貯まった人にプレゼント靴下いいそうね靴下なワンポイントでもなめっちゃなんか刺繍やからかな あ、そっかそっか難かってそうやね T シャツ生地の靴下作るうちらが裁縫するってことめっちゃハンドメイドやなあそまあでもそのハンドメイドで作ったらちゃんと足元見れるからねおうわクソセカンドも取られただるはいということで今日はここまであっ